こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の短パンスタイル、これやっちゃダメ6000というテーマで動画をお届けしてみたいと思います。撮影している今なんですが、6月の末ということで、結構梅雨の真っただ中なんですけども、暑い日はめちゃくちゃ暑いんですよね。そうなるとファッションも大事なんですけども、半袖短パンが最強で、まあとにかく快適に過ごしたい方、少なくないかなと思うんですね。まさにこれから梅雨から夏にかけて、 短パンを履く方多いかなと思うんですが、まあ僕ら大人世代からすると、この短パンというアイテムはですね、なかなかの癖物で、似合う人と似合わない人も,もちろん分かれますし、どのようにコーディネートすれば素敵に見えるのか、ここはですね、やっぱりテクニックがあるんですね。ですので今回の動画では、具体的にこういった点が NG になりがちですよというところをお伝えしつつ、じゃあそれをどう転換すればいいのか、そのあたりまでしっかりとお伝えをしていきたいなと思います。そして最後にはですね、具体的にこういったコーディネート コーディネートがおすすめですよというところで僕自身も着てみたいなと思っていますのでぜひですね真夏の短パンスタイル見直すためにですね今回の動画お楽しみいただければなと思っていますまあ、僕自身もですね短パンは大好きで履いてるわけなんですがただですね年々短パンというものがちょっと似合いづらくなってきたなとか気恥ずかしく感じるようになってきたんですねまあ、このあたりもですねなぜなのかというところも含めてしっかりとお伝えをしていきたいなというふうに思っています こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日はですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に大人の短パンスタイルの NG 例をですね、皆さんにお伝えしていきたいなと思うんですが、まず一つ目、これがですね、最も重要度が高いかなと思っているんですが、これはですね、 本人の雰囲気に短パンが似合わないというものなんですね。これも大前提なんですが、短パンって 誰もが似合うようなアイテムではないんですね。似合う人と似合わない人が明確に分かれるようなアイテムだと思っています。まあ、それはなぜかというと僕は個人向けのスタイリストとして13年間一般の方を対象に色々な方をスタイリングしてきたんですね。まあ、その中でやっぱり似合う人もいれば似合わない人がいてもう明確に短パンというものはですね、似合う似合わないが分かれるアイテムだなということを実感してるからなんですね。じゃあ具体的にどういった人が似合いやすくてどういった は似合いいづらいのかこの辺りについてお話をしたいなと思ってるんですが、僕の中では、まずは性格的な部分が重要だなと思っていまして、真面目な雰囲気の方とか、真面目なキャラクターの方、こういった方には短パンはなかなか難しいです。一方で、陽気な雰囲気の方、明るい方、そういった方には似合いやすいです。あとは例えばですね、 体育会系の方は似合うけども、文化系の方はなかなか似合いづらいっていうのもあったりしますね。このあたりの人柄キャラクターにですね、大きく左右されるというのは僕自身はめちゃくちゃ実感してるんですね。まあ、体型みたいなものは僕はそんなに重要じゃないと思っていて、痩せ型の方でも短パン似合う人もいれば、似合わない方もいます。ぽっちゃり体型の方も結構ですね、短パン似合う方は多かったりするんですが、キャラクターと合ってないと似合わなかったりする ここがですね、最も重要なので、無理をして短パンを履く必要はないですよということ、ここをまずは頭の片隅に置いていただきたいなと思うんですね。それを理解しておかないと、今回をご紹介する内容を踏まえながら、 短パンにトライをするという方、増えると思うんですが、そもそも似合わないよねという方はですね、あんまり無理をする必要はないかなと思うんですね。まあ、具体的に、どんな人が似合いやすいかというと、芸能人で言うと、勝又邦和さんみたいな陽気な方は短パンのイメージがありますよね。まあ、芸人さんなんかも元気な方なんかはですね、やっぱり短パンを履いてる方も多いと思うんですね。やっぱこのあたりの本人の雰囲気とか、キャラクターと結構短パンっていうのはリンクするのかなと思いますし、 一方で、こう、真面目な雰囲気の方、色白であんまりこう、運動してるイメージがないような方は、似合いづらいんですよね。例えば、 落合陽一さんだとか、イエル大学の助教授の成田裕介さんとか、まあ最近ね、結構メディアに出られていますが、ああいったこう、インテリジェンスな方とか、真面目な雰囲気の方が、短パンを履くイメージってあんまりないですよね。膝より短めのイケイケの短パン履いてたら、なんかキャラクターが合わないと思うんですね。まあ同じように、やはり大人の男性でも、真面目な雰囲気の方には、短パンは似合いづらいということ。そして、あとは年齢もあるんですよね。 10代、20代の頃であれば短パンというものが似合いやすかったりするんですが30代後半から40代、50代まで行ってしまうとなかなか短パンのカジュアルさが似合いづらくなってしまうというところも頭の片隅に置いていただければなと思います、まあ、僕自身ですね30代後半から40代へと向かう中でだんだんですね違和感を覚えるようにはなってきてるんですね今でもガンガンに履くんですが、まあ、短パンを履くときにはある程度トップスのバランスで ですね。このあたりも後ほどお話しますが全身がカジュアルになりすぎないようにバランスを取ったり何も考えずに短パンが似合うような年齢ではなくなってきたなというふうに思っていますのでまず一つ目本人の雰囲気に合わない場合は無理して短パン履かなくていいですよというところここはチェックをしていただければなと思っていますはい、続いて2点目の項目なんですがこれも結構重要で NG の方多いんですが すね毛がボーボーの状態では短パンは履かない方がいいかなと思います。まあ、毛深い男性っていらっしゃいますよね。 僕自身が割と毛深い方で、まあこの腕毛とかそんなないんですけど、すね毛は濃いんですよ。これが昔からコンプレックスで、いろんなことを試してみたりしたんですね。まあある時にはですね、脱色して金髪みたいにすると目立たなくなるということで、そんなこともやりましたが余計目立つんですね。まあそんな具合で、こうすね毛が濃いというのが一つコンプレックスなんですが、まあそういった僕のようにですね、すね毛が濃くてボーボーの方は、 短パンはあんまり履かない方がいいかなと思います。ただそう言うと履ける方っていうのがだいぶ狭まってしまうので、 ある程度処理をしてもらうってことが重要かなと思います。特に30代、40代、大人の男性だったら、ファッション以前に清潔感っていうところがものすごく重要なので、どんなに短パンスタイルが様になっていても、すね毛がボーボーだと、それはちょっとこう、人から見ると、あんまりですね、清潔感は漂わないので、そこは気をつけた方がいいんじゃないのかなと思っています。で、じゃあ僕はすね毛が濃いからどうしてるのかというと、 永久脱毛とかそういったものはしていないんですが、夏の時期、短パンを履く時期だけはですね、トリマーみたいなものを使っているんですね。 僕はこう、ゲ生えているので、このげをですね、大体こう1ミリ単位で長さを整えてるんですね。こういったヒゲトリマーみたいなものがあるんですが、まあこういった方でもいいですし、まあ体毛をですね、長さ整えるようなものを今たくさん売ってますので、リンクを貼っておきたいなと思うんですが、そういったものを使いながら長さを調整するといいと思います。僕はですね、これ1ミリ単位で調整ができるんですね。ダイヤル式で。で、これのアタッチメントをもう外してしまって、この状態、この歯の 部分がそのまま出てる状態でもうグッと剃っちゃうんですねそうすると、大体長さで言うと、本当に短い状態。もう生えてんだか生えてないんだかわからないような、ギリギリの長さになるんですね。正直、ツルツルっていうのもそれまた違和感があるかなと思うんですが、かといって2、3ミリぐらいだとすぐ伸びてしまうので、限りなくツルツルに近いんだけども、だけど生えてる状態が理想的だと思ってます。 で、これまたこう全部反ってしまうと、その反った毛が生えてくるときにめちゃくちゃチクチクして痒いんですよ。それまた結構しんどいので、僕は一番短い長さにして、長さを整えるようにしてるんですね。そうすることで一定の清潔感が漂うようになるので、短パンが少しは似合いやすくなるかなと思います。あと、まあ、すねだとかそういったところも大事なんですが、足のこう指とかのこの表面に、 毛が生えるじゃないですか、指毛みたいな。あれもめちゃくちゃ清潔感を損なうので、そういった指毛の部分もちゃんと剃ってもらった方がいいかなと思います。それはこういったトリマーじゃなくて、もうヒゲ剃りでそのまま僕は剃っちゃってるんですけども、そういった部分までしっかりとケアをして、土台を作ってから短パンを履くことは重要なので、2番、すね毛がボーボーの状態は NG なので、ぜひチェックをしていただければなと思います。 はい、続いて3点目なんですが、どういった短パンを履けばいいのかというところに移っていきたいなと思います。3番目、丈が長すぎる短パンは NG というところ、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。結構ですね、なんかこう、丈が長くて、膝の中心よりも長いもの、 六部竹とか、それぐらいの竹の短パンってたまに見るんですけども、これは中途半端で決して素敵に見えないし、足が短く見えてしまうんですね。こういった短パンはもし持っていたら、まあ、手放した方がいいかなと思います。ここでちょっと私物の短パンをお見せしたいなと思うんですが、僕が今年購入したのはこちらグラミチの短パンなんですが、まあ、これも竹の長さとしては、大体ですね、膝の中央からカウントして、 4センチとかそれぐらい短いぐらいが僕はバランスがいいかなと思うんですね。膝の中央ぐらいだとそれまたちょっと長いかなと思うんですが長すぎるのはちょっとやぼったく見えるのでそこは注意が必要かなと思います。長すぎると 足が短くなる。肌の見える分量が少なくなるので、その分足が短く見えて、スタイルがよく見えないんですね。それまた破ったいので、膝の中央から4センチ前後の長さ、それぐらい短いものがベストというところを、ぜひ注意しながらタンイ板選んでもらうと、まず間違いがないかなと思います、まあ。ぜひこちらのですね、写真を見ていただきたいんですが、まあ、これぐらいのバランスですね。ぜひですね、これぐらいの丈の長さを参考にしながら、 皆さんも短パンを選んでいただきたいなと思います。今ご紹介したグラミチのものですとか、あとは以前ご紹介しました、こういった無印良品の短パン、ユニクロの短パンとか、そのあたりも大体ですね、今店頭に並んでいるものを買えば、膝の位置よりもちょっと短いぐらいのものがほとんどなんですよね。 これって時代によって長さって変わるんですよ。これぐらいの長さがトレンドだよねっていうのがあったりするので、ずいぶん前の短パンを履いてると結構中途半端に長かったりだとか、あとは太さですね。ここら辺もちょっと古臭かったりするので、ぜ、ま、ひ、あ、ユニクロでも無印良品でもいいです。2、3000円すれば今の短パン買えますし、まあ、頑張って買ったグラミチでも1万円未満で買えるので、 まあ、ぜひですね、まあ、2年か3年経ったら短パンは新調するという形でアップデートしていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これ逆なんですね。 短パンの丈が短すぎるのも NG なんですね。まあ、ちょっと前までは雰囲気的にはクロート感が漂うのはですね、やや短めだったんですね。ですので僕のグラミチのショートパンツも実はですね、あえて買った状態から1.5センチぐらい短くしていたんですが、今年になってからその短パンは恥ずかしくてちょっと履けなくなったんですね。まあ、特に待ち着として履くような短パンだとちょっと短すぎるかなと思います。まああ アウトドアだとか、あとは外遊び、キャンプとかであれば短めのノースフェイスのバーサタイルだとか、あとはパタゴニアのショートパンツなんかもすごく足さばきも良くていいんですが、待ち着としてはちょっと短くて、ももの見える分量が多くなるんですね。 これがですね、女性からの不評が凄まじいんですね。本当に、竹の短い短パンが本当に評判が悪いので、ですので、ち切りとして履くのであれば、先ほどもお伝えした通り、適正は膝の中央から見て、まあ3、4センチぐらい短いぐらい。 これぐらいが一つの目安だと思っていただければなと思っています。僕もこのあたりは結構注意が必要だなと思っていて、ファッションが好きな方は結構攻めた短さのものをですね、履くことが多かったりするんですね。例えば日焼けをしていてスポーティーな雰囲気のある方で、 本当にね、そういったものがハマる方もちゃんといらっしゃるんですよ。ただ、それはある程度の雰囲気を持っている方、中級者以上の方であって、それをですね、一般の方、ファッション初心者の方だとか、中級者未満の方がやるとかなり事故りやすいので、そこはですね、気をつけていただければなというふうに思っています。はい、続いて5点目なんですが、 短パン自体が派手というのがですね、もう NG の項目として結構当てはまるかなと思います。まあ、短パンって夏の陽気な雰囲気を表現するにはめちゃくちゃいいので、カラーバリエーションって結構豊富なんですね。その中には結構ビビッドなレッドだとか、ターコイズブルーだとか、イエローだとか、あとは柄が強いものとかもあったりしますし、あとは色自体はシンプルなベージュなんだけども、折り返すとチェック柄になってるような、そういった短パンもあったりするんですが、 こういった短パン自体で主張が強いものはなかなか難しいかなと思います。というのも短パン自体がめちゃくちゃカジュアルなのでそれに対してさらに色とか柄で遊んでしまうとどうにも大人の男性には似合いづらいので、まあ、選ぶべきなのは僕はこういった ブラックネイビーみたいな濃い色。これが鉄板なのと、ちょっと遊んでもオリーブ系ですね。このあたりは間違いはないかなと思います。あともう一色ですね、えっ、ー、と、無印良品で買ったこういったチャコールグレー。深めのですね、グレー系も結構合わせがしやすいので、もしカラーを出すのであれば、これぐらいまでですかね。ここら辺まではいいと思います。 あとは思い切って真っ白の爽やかな白パンっていうのを履くっていうのだったら、それまた NG ではないかなと思うんですが、リビ,ビットな色、あとは柄が入ってるものなんかは、もうなかなか難しいし、それを着こなせるような方というのは、本当にごくわずかなので、そこはですね、避けておいた方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。 はい、続いてラスト6点目なんですが、全身がカジュアルすぎるという項目なんですね。これは冒頭でもお伝えしましたが、僕自身ですね、30代から40代へと、より大人の階段を登る過程で、 短パン似合いづらくなったなというのを感じているわけなんですね。そもそも短パンっていうのはボトムスの中で最上位に入るぐらいの超カジュアルなアイテムなんですね。だんだん年を重ねるごとに超カジュアルなものって似合いづらくなってくる傾向があるんですね。ですので短パンのカジュアルさをある程度カバーするためにはトップスのバランスってすごく重要だなと思っていまして、例えば T シャツですね。 例えば、柄付きの T シャツに、こういった短パンだけだとなかなか難しかったりするんですね。ですので、ちょっとこう、オープンカラーシャツを着てみるだとか、それだけでもだいぶ綺麗さが出るので、バランスが整いやすくなります。半袖短パン、そしてサンダルみたいな、 超カジュアルな3連発コンボはなかなか難しいので着こなしをどこかに綺麗さを漂わせるということここが重要だと思うんですねただ言葉で言ってもなかなか伝わりづらいのでこの後に実際に大人の男性にはこういった短パンスタイルが似合いますよというところで具体的に2つコーディネートをご紹介したいと思うのでぜひそちらも確認していただければなと思っていますはいということでまず早速なんですが1つ目のコーディネートはこれ OK じゃないですよ。NG コーデですよ。まあ、こういったスタイルが、まあ、いわゆるカジュアルすぎるという形なんですね。上は、プリント T シャツを着まして、まだこれは白ベースに結構、プリントもね、大人っぽいので、全然いいんですが、もっとこう、派手なプリント T シャツを着て、パンツですね。パンツはこう、先ほどご紹介した、無重良品の短パンなんですけれども、あえてですね、裾をまくって短めにしてるんですね。まあ、これぐらい見えてると、 ちょっとですね、大人の男性には気恥ずかしいかなというか、少しこう清潔感みたいなものが損なわれてしまうので、悪くない気もするんだけども、女性から見たら確実に嫌がられるので、この長さはちょっと危険かなと思います。まあ、それに対してサンダルですね。まあ、いわゆるこう B さんみたいなもの。今履いてるのはちょっとこう、 流行りのウーフォスというブランドものなので、まあ形はめちゃくちゃいいんですけども、まあ全体としてこう少年感がある。もうとっくにおじさんなのに少年の着こなし。少年おじさんスタイルみたいな感じ。結構こういう方が多かったですので、これはちょっと避けておいた方がいいかなと思いますね。これにキャップだとかサングラスだとかすると、まあ似合う方も中にはいらっしゃるんですけども、ちょっとこう年齢的に雰囲気と合わないなっていうこともあったりするので、まあこれをですね、 ぽく変えるとどうなるのかこの後着替えてみたいと思いますはいということで着替えてみました今度こそ OK パターンなんですが ベースは実は先ほどとあんまり変わらなくて、中にはですね、プリント T シャツ着てます。見えるかなちょっと見えづらいんですが、中は先ほどのプリント T シャツ着て、あと短パンも変わりません。先ほどの無印良品の短パン、オリーブを履いてるんですが、長さが違いますよね。先ほどはロールアップをして、かなりこう、ももまで見えるような形にしていましたが、それだとカジュアルなので、長さとしては、膝の中心位置からだいたい4、5センチぐらい、まあ、4センチ前後短いぐらいが、 バランスがいいいかなと思います、まあ、これぐらいだとすごくいいですね。裾幅もあまりピタピタなものよりは適度にゆとりがある。これぐらいがもうジャストなので、まあ、ぜひこれぐらいの長さを目指していただきたいなと思います。まあ、色は今オリーブ合わせてますが、ダークグレーだとかそういったものでもいいと思いますし、トップスの色さえ変えればブラックのパンツでもいいかなと思うので、まあ、様々使えるかなと思うんですが、基本的にはブラック、ネイビー、ダークグレー、オリーブ、あとはホワイト、このあたりぐらいまでが使いやすいんじゃないかなと 思いますそして上にですね、羽織ってるもの、これがめちゃくちゃ重要で、T シャツ1枚のスタイルよりも上にですね、半袖のシャツを着るということがすごく重要になってきまして、オープンカラーシャツだとか、あとはレギュラーカラーの半袖のシャツだとか、今ですね、こういった半袖系のシャツのバリエーションはものすごく多いので、 今僕が着てるものはユニクロとセオリーのもので色ブラックですね。こういったもので引き締めてあげるのもいいと思いますし、ブラックの短パンだったらライトグレーのオープンカラーシャツだとかダークグリーンのオープンカラーシャツなんかもすごく相性がいいと思うので、まあそういった形で t シャツの上に1枚半袖のシャツを着るというのが大人の正解かなと思います。もしくはリネンのシャツですね。長袖のシャツを着て腕まくりをするみたいなスタイルもすごくいいかなと思うので、どちらかで対応していただきたいなと思います。で、足元はですね、先ほどのビーチサンダルっぽいものでも、こういったシャツさえ着ていれば全然合ってしまうんですが、 今回はですね、ビルケンシュトックのレザー系のサンダルを合わせています。このようにサンダルの中にもカジュアルなものと綺麗めなものがありますが、スウェードの素材を使ったこういったレザー系のサンダル、しかもブラックだとちょっと大人っぽい雰囲気が漂うので、今回はこのようなコーディネートにしてみました。このようにね、短パンでも少し全体のイメージとしては綺麗め方向に振ってあげると大人の男性には似合いやすいかなと思います。 あと最後にですね、もう一つ違いがありまして、先ほど腕元には何もつけていなかったんですが、こういった 時計だとか、バングルだとか、こういった装飾品っていうのも、どちらかというと、綺麗な印象を付け加えるには、すごく最適なアイテムなんですね。で、すので腕元を飾ってあげるだけでも、だいぶバランスが取れてくるかなと思うので、このようなスタイルですね。あとはもうサングラスですね。カラーレンズ入れたものなんか僕は使うことが多いんですが、こんな形で夏場は合わせているので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、このようなスタイリングをしていただければ、大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、 ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では 大人の短パンスタイル、これやっちゃダメ、6000ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ本当にですね、短パンというのはもう大前提として、似合う人と似合わない人がいるよというところ、ここがすごく重要なんですね。これだけ分かっていただければ、そもそも選ばないという方がいるのも、僕は大いにありだと思っていまして、ぜひですね、無理をして短パンを履く必要はないんですよというところも、ぜひ皆さんには頭の片隅に置いていただきたいなと思います。ただ、やっぱりですね、夏は 今はは暑いいいののでどうううしししても短パンをを履きたたいという方は今回ご紹介したよなな6つの点に注意をしながら全体としてはこのような T シャツの上にオープンカラーシャツを着るもしくはリネンのシャツで腕まくりをするというスタイルをしていただければかなりですね、短パンのスタイルは合わせがしやすいかなと思うのでぜひお試しいただければなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツ場所の基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思っているんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説は僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また最近ですね、オンラインサロンをスタートさせました。まあそちらではなかなかゆっくりと動画を見る時間がないという方のためにですね、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートをですね、1日5回ぐらいの頻度でアップしてますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただければと思っています。 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。